目まぐるしくトレンドが入れ替わるアパレル業界。そんな世界で私が目指すのはファッションディレクターだ。新規事業としてベビー部門を立ち上げることになった。ベビー部門。木島さんって完璧主義だからかなりハードらしいよ。あなた恋人は？結婚願望はある？子供は欲しいの？いえ。合格。憧れの人が上司になったんだけど、めちゃくちゃ大変。久しぶり。三村くんって聞き上手なんだね。え？全部なしでいいかな？ゼロ。なんてことだ。ここにサインしてくれればいいよ。俺が育てるんじゃダメかな？何バカなこと言ってんの。あんたは10ヶ月ぼーっと待ってりゃいいけど、こっちはもうつわりが始まってるし、上司にバレそうだし、朝から毎日泣きそうなの。産んでください。家事も子育ても他は俺が全部やる。そんなの無理に決まってるじゃない。無理でもお願いします。私が気がついてないとでも思った？遅い。ごめんなさい。寝てると天使なんだけど、泣き出すと宇宙人。起きろ。もっと早く全部やる。言ったじゃん。職場復帰までは長くかかりそう？できるだけ早く戻ろうと思ってます。期待の部下がいきなり出産とは。チャンスだと思っています。経営に口立つ。みんな敵に見える。仕事してる時の夏希は輝いてるから。なんで全部今なの？家庭が大事、仕事も大事、夢も諦めないよ。ホットママ2021年3月19日全世界同時配信スタート。やるしかない。